で、二人にお願いがあるんですが。てめえが先にぶつかってきたんだろ。貴様がぼーっとしてるからだろうが。俺をなめんじゃねえぞ。庭へ出ろ。やるのかこの野郎。よっしゃ。のかこの野郎。なんだなんだ。来るのかよな。やめこの野郎。見なかったことにしてくれないか。俺は人のことには関心がない。どうしたんですか。剣先が下がってきている。君の悪い癖だ。細かいところ見てますね。頑張りなさい。頑張ってるんですけど。それはどういうことだ。昨夜どうも帰ってないんです。一番最後に見たのは昨夜遅く。総司が表で話しています。でも遠出する風ではなかったですよ。長州の奴らにやられたのかもしれませんね。すぐに手分けして探せ。はい。その必要はねえ。奴は逃げたんだ。何を言ってるんだ。昨日俺のところに来てしばらく糸間が欲しいと言われた。もちろん俺は認めなかった。だからあいつは。だけどこれは脱走だ。逃げる理由がどこにある。西本願寺の件でもいろいろ不満はあったんですよ。山並さんがこのところ悩んでいたのは確かです。しかし脱走すればどういうことになるのか。あの人だって。山並さんの持ち物が全部なくなってます。もうバカ野郎。どうするんですか。脱走した者は連れ戻す。それがハットだ。連れ戻した後は決まってんだろ。今はその話は。近藤さん、一切の例外は認めないと言ったはずだ。山並さんが逃げた。見ていればわかる。どこへ行ったか心当たりはないか。ない。おそらくは東だろう。江戸に戻ってゆっくりしたいと言っていた。そんなにまだ遠くへは行っていないはずです。すぐに追手を出しましょう。斉藤君、出立してもらえるか。承知。
いや、待て。総司、お前が行け。山並さんは覚悟を決めている。今我らにできることは武士にふさわしい最後の場を用意してやることだけだ。私が腹を切ることで新選組の結束はより固まる。それが総長である私の最後の仕事です。第33回友の死、ご期待ください。